熊本市中央区のウェルパル熊本に今月4日に設置された子どもの権利サポートセンターいじめや体罰などの問題について子どもが相談しやすい体制を整えようと学校や教育委員会とは別に窓口を設けました相談は電話子どもホットラインで受け付け保健師や心理相談員など11人が調査や支援にあたります 子ども専用フリーダイヤルは、平日の午前10時から午後6時まで、0120-273-070で受け付けています。熊本市では今後、タブレットを活用した相談応対や子ども食堂との連携などにも取り組む方針です。